や、バッチリ。ですけれども、うん、初めにも言った通り、ケンちゃんのこれ得意技なんですよ。言いました、ね、皆さんたくさん拍手してくれたんですけれども、うん、これ見たらどうですか。でっかい ね、ちょっとシーンとなっちゃってますけれども、簡単だったんじゃない。そうだと思いますね。なんだ当たり前なんじゃんって思う方多いと思いますので、はい、今度はもう一回難しいので挑戦してみたいと思います。わかりました。今やたらすんなり飛んでたなと思ったら、輪っかがあんな大きかったからなんですね。じゃあ次お姉さんが持ってきますので、皆さん期待しててくださいよ。一気に難易度上げますからね、はい、続いて挑戦するのは、うん、これでいってみたいと思います。ちょっと待って、小さすぎますね。ちょっと間の中ないんですか、そういうの、ね、間はなかったんですよ。だって見てください、もう引っかかってますよ。見えます？目開いてますか、お姉さん。大丈夫です。全然引っかかってますよ、ね、うん、なんかサイズ間違えたかな、うん、まあ、ケイちゃんに聞いてみますからね、はい、やっぱり祖母の本人ですから、うん、よし、今日これいけるかな。どう？ほら、もう痛くないって言ってるじゃないですか。どうすんの？ちょっと起きて。本番中だからさ、仕事してください。大丈夫です。こういう時のためにね、うん、これいっぱいあるんですよ。なるほどね。お魚ね、ちょっと揚げすぎちゃうね。アジ食べたから、はい、アジパワーで今日この輪っかも頑張る。いけるの？結構単純ですね。うちのエース単純なんです。よかった。じゃあお魚食べて頑張ってもらいましょう、はい、じゃあ高さはちょっと失敗したら嫌なので低めでいきましょうか。あ、まあ、確かにね、確実にって言ったらこれぐらいでいきたいところなんですけれども、はい、これ飛んだらやっぱりさっきの凄さが、ね、水泡ですから。確かに。なので、うん、今度は変えません。同じで挑戦してみたいと思います。わかりました。これ飛べるか不安ですよ。そうなんです。そしてケムちゃんもすごいノリノリなのがわかるんですけれども、それでは体をキュッと細くして飛んでいく状態。いってらっしゃい。